サルミエントサウルスは、竜脚類ティタノサウルス類に属する恐竜の属の一つ。およそ9500万年前後期白秋の南アメリカ大陸に生息していた。模式種サルミエントサウルス無殺イ一種の実が知られている。竜脚類としては、大きな眼下、頸部の骨下剣、複雑な方向に生いた葉の組み合わせで知られる。右の下が骨1997年。 エスタンシア・ラグナ・パラシオスの古生物学者ルーベン・マルティネスは、チュブト県のゴイコエチェアで、竜脚類の頭骨を発見した。この頭骨にはいくつかの前方頸椎がつながっている、ことが分かった。2016年、モシキシュ・サルミエントサウルス・ムサッキオイが、ルーベン・マルティネス、マット・ラ・マンナ、フェルナンド・のバス、ライアン・リー・チリー、ローレンス・ウィット・マーラによって記載された。名は、 サルミエントの町にちなむ。種商名は、パタゴニアサンフアンボスコ国立大学のエドゥアルド、ムザッチオへの県名である。生命科学識別子は、属が 537DFE26 から54、EC-4978AC86E83A04FA74 で、種が C1090 バイト 8DD051 から44回。 3B869 から8バイト 4ALAC802176 である。ホロタイプ MDTPV には、バホバレアル類層の下部層の上部で発見された。下顎を含む、ほぼ完全な頭骨と7つの前方頚椎で構成される。頸部のいくつかの部分、特に関心全体と第4頸椎は、あまりにも風化しているため、保管不能であった。 この標本は、老生個体のものである。頭骨の要素が発見された数少ないティタノサウルス、類の一つである、刑部速報の新調した独特の構造は、国家権であると断定されている。バホバレアル層からは、他のティタノサウルス類として、エパクトサウルスが知られている。これらが、同一のクサであるかどうかは、両者の基地の標本のパーツに重複がないため、診断不能である。 少なくとも、系統解析では、両属は、系統樹の中で異なる位置を占めているため、同一性は認められないと考えられている。また、エパクトサウルスのものとは異なる体骨格及び、サルミエントサウルスの頭骨と異なる頭骨の断片化石はいずれにしても数種のティタノサウルス類が共存していたことを示している。メディアを再生する頭骨の 3D ビデオ、サルミエントサウルスは、 全長12メートル、体重10トンと推定されている。被災者は9つの独特な固有派生形質を提唱した。眼下が大きく、直径が頭骨腸の40%を占める。上顎骨の上甲枝が、涙骨の上甲突起と複雑につながっており、その外側と内側の間に挟まれている。上顎骨上甲枝後部の内縁は、 低いが明瞭な隆起で内微孔の縁に接する。上行枝の後方下部には、絶上突起があり、四叉神経の後方に重なっている。脳箱内には三叉神経の三つの出口がある。下水体系と脳幹をつなぐうち脈薬炉が存在しない。前上顎骨波は垂直に配置され、上顎骨波は前傾し、死列は後傾する。中頸椎は、全関節突起と、 衰体中心部の間に板状ではなく支柱状の隆起がある。細長い骨格圏が一連の頸椎と頸椎肋骨の下側に沿って走っている。スカルインフロントハインドビューズ頭骨長は43センチ。頭骨は上面紙で多かれ少なかれした形。眼下前提は小さいが眼下は非常に大きい。側面から見ると鼻面は平らで上面が凹んでいる。 上顎骨は前頭骨に接する。頬骨は全部の突起が非常に長く、後部の突起が L 字型をしており非常に珍しい。第五頭蓋神経は上顎と下顎に向かう枝の出口が複数あるのに対し、他の竜脚類では単一である。下膜骨全部の高さはほぼ一定である。前上顎骨葉は4本、上顎骨葉は11本、または12本。 歯列13本で構成されている。全上蛇骨歯は垂直に配置され、上蛇骨歯は前傾し、歯骨歯は後傾いている。歯の構造は多くの基盤的竜脚類のヘラ形と派生種の鉛筆系の中間型である。歯は適度に細長い。サルミエントサウルスの歯はそれぞれ奇妙な生え方をしており、 鋭角な摩耗根が植物をしごき取る方法に関して、被写的であるが、これらに関しては、まだ完全に理解されていない。頸椎は細長い。頸椎の内部構造は、花弁状になっており、内部には、多くの、小さな空洞がある。頸椎の中央部には、楕円型で狭く深い、多孔質体があり、その側面は、狭い骨盤で区切られており、ほぼ小中線上で互いに接触している。 後部の関節突起は珍しく長く、椎体の後端を越えて伸びている。前方関節突起は、楕円形の断面を持つ支柱によって下から支えられており、通常は板状の隆起がこの位置で先行されて形成されていると思われる。首肋骨は繊細で棒状である。頸椎の骨下剣頸椎側面に平行する一定の直径3ミリのケーブル状の構造が発見された。 それは、楕円形の断面を持ち、表面に粗い筋が存在する。この構造は、頭骨の真後ろに発生し、いくつかの椎骨の前後にまたがって続いているため、数メートルの長さになる。それは、骨化した剣と解釈された。肋骨は、より太く、異なる位置にあるはずなので、首あばら骨であるという代替仮説は却下された。このような剣は、 首肋骨の延長線上にあったのかもしれないが、そうだとしても、国家圏の位置はこれを裏付けるものではない。国家圏は首筋の内部にあったと仮定された。このような国家圏は、これまで、いかなる恐竜化石でも発見されたことはないが、鶴のようないくつかの現存する重脚類のグループでは、比較的、短く、せいぜい椎骨2つ分の長さで存在する。 国家圏が渦漏れていた可能性がある筋肉は大口頭直筋、形状筋、または胸横突貫筋である。腱の内部構造は多くの骨組織が再形成されていることから弱例での迅速な国家を示唆する。頸椎とジクシーサルミエントサウルスはリトストロティアノティタノサウルス類の基盤的な位置に置かれた。マラウィサウルスより派生的位置づけである。 サルミエントサウルスは眼下が非常に大きく、他のティタノサウルス類よりも優れた視力を持っていた可能性がある。耳及び首の腱の位置からするとサルミエントサウルスは頭と首を巨大ないいようのように垂れ下げていた可能性が高い。この姿勢はサルミエントサウルスが他の竜脚類よりもずっと低いところにある植物を食べていた可能性を示唆している。 内耳の構造と頭部の姿勢の相関性については、これまでの研究では疑問視されてきた。ありがとうございます。